今回は東京オリンピックで記憶に残った場面をランキング形式で紹介していきましょう。ランキングは独自に行ったアンケートを集計し決めていますので参考程度にしてくださいね。この動画の他にもスポーツ選手についての動画を上げていますのでチャンネル登録お願いします。それでは早速ランキングを見ていきましょう。東京オリンピックで記憶に残った場面、ランキング第10位は男子サッカー3位決定戦の久保選手の悔し泣きです。久保選手は3歳の時にサッカーを始めました。2017年に J3 開幕戦のカターレ富山戦で初の先発フル出場を果たすと、 J3 第5節のセレッソ大阪アンダー23戦では15歳10ヶ月11日で J リーグ最年少得点を決め話題になりましたね。2019年6月14日にはスペインのレアルマドリードへの移籍を発表しています。久保選手を中心とした日本代表チームはニュージーランドを破り4強入りを果たしました。しかしスペインに負けてしまい、メキシコと3位決定戦を行うことになります。3位決定戦ではメキシコに惜敗し、試合後に久保選手の涙は話題を呼びましたね。日本代表はメダルを獲得できなかったけど躍進を遂げたと言われているね。次の国際大会でも日本代表チームには頑張ってほしいわね。東京オリンピックで記憶に残った場面、ランキング第9位は陸上男子マラソンの大迫選手が第6位でゴールと、その手前でメダル目指して追いかける場面です。大迫傑選手は東京都町田市出身の陸上競技選手で長距離種目を専門にしています。過去には第26回ユニバーシアード男子1万メートル優勝者であり、2013年に行われたカーディナル招待1万メートルにて日本人学生新記録を樹立しています。現在の3000メートル5000メートルの日本記録保持者として東京オリンピックに臨みました。大迫選手は序盤から先頭集団に食らいつき奮闘しますが、あと少しのところでメダル獲得には至りませんでした。大迫選手は東京オリンピック後に引退を表明しているね。大迫選手が最後まで力走する姿は日本中に感動を与えたな。東京オリンピックで記憶に残った場面、ランキング第8位は女子バスケットボール銀メダルを取った瞬間です。東京五輪の女子バスケットボール競技では初の表彰台となる銀メダルを獲得しました。日本は平均身長が参加12チームで11番目であり、世界的には小柄なチームでした。しかし身長が低くてもガード陣が奮闘したこともあり、常に試合の流れを相手チームに渡すことをしませんでした。その結果日本は銀メダルを獲得することができたと言われています。日本代表は小柄なチームだったけど団結力でメダルを獲得したんだね。次の国際大会でも頑張ってほしいな。東京オリンピックで記憶に残った場面、ランキング第7位は体操男子種目別鉄棒で落下する選手が相次ぐ中、橋本大輝選手がノーミスで演技を終え着地も決めた場面です。体操男子種目別鉄棒では波乱の展開が起きました。日本の体操界のレジェンドである内村選手が鉄棒から落下し失格となります。その他にも世界の一流選手が落下していく不穏な空気が流れていました。その流れを断ち切り金メダルを獲得したのは橋本大輝選手でした。橋本選手は幼い頃に体操を始め、船橋市立船橋高等学校時代は2019年に行われた世界体操競技選手権に現役高校生として出場を果たした選手だね。また橋本選手は体操男子団体で金メダルの獲得に貢献しているね。東京オリンピックで記憶に残った場面、ランキング第6位は水泳女子 200m 個人メドレー決勝で大橋選手が2回目の優勝した瞬間です。大橋選手は2017年に世界選手権において200m で銀メダルを獲得し、2019年に行われた世界選手権でも銅メダルを獲得しています。メダル獲得の期待がかかる東京オリンピックでは 200m、400m 個人メドレーで金メダルを獲得しました。金メダルを獲得したことで大橋選手は
日本女子選手としては初めての一つの大会で2つの金メダルを獲得した選手となりました。大橋選手は女子で2つの金メダルは初めてなので嬉しい、夢みたいで本当に自分がやったことなのかなという感じですとコメントを残しているね。歴史的な快挙を成し遂げた大橋選手の今後の活躍に期待したいな。東京オリンピックで記憶に残った場面ランキング第5位はソフトボールでアメリカに勝って金メダル決定の瞬間です。ソフトボールは北京大会の金メダルから13年間オリンピック競技から外れた時期もあり、メダルを獲得することはできませんでした。しかし再度競技として登録されると、日本はアメリカを下し再び金メダルをもたらしました。女子ソフトボール日本代表選手の中で特に活躍が目立った選手はエースでチーム最年長の上野由岐子投手と、今大会の活躍で日本の新たな顔になったチーム最年少の後藤希友投手の2人のピッチャーでした。上野選手はアメリカ代表の最後のバッターをキャッチャーフライに打ち取り金メダルを獲得しました。決勝戦でのアメリカの6回裏の攻撃ではショートの渥美真奈選手の神プレーが金メダルを引き寄せたと言われているね。ネット上では神プレーとして切り抜きされた動画も投稿されていたよ。東京オリンピックで記憶に残った場面ランキング第4位は野球決勝セカンドゴロで菊池選手から坂本選手がボールを受け、侍ジャパンが金メダルを決めた場面です。東京オリンピックで野球日本代表が優勝できた理由は、全試合で8回以降に得点する勝負強い攻撃と5試合通じて1失策、バッテリーと内野手は無失策という固い守備も挙げられています。その他にも稲葉監督が目指していた強い結束力を持ったチームがあったからこそ優勝できたのではないでしょうか。また東京オリンピックでは山田哲人選手の活躍が目立っていましたね。全員野球で掴んだ金メダルではないでしょうか。山田哲人選手は東京オリンピックで大会 MVP を受賞しているぞ。今回のオリンピックでは若手選手の活躍も光ったね。東京オリンピックで記憶に残った場面ランキング第3位は女子スケートボードで金銀メダルを取った瞬間です。女子スケートボードは東京オリンピックで大きな活躍を見せてくれました。その中でも日本で史上最年少の金メダリストとなった西矢椛選手の活躍が目立ちましたね。西矢選手は13歳10ヶ月で新競技スケートボード女子ストリートで世界の頂点に立ちました。西矢選手の活躍も素晴らしかったですが、同じく日本代表の岡本碧優選手が惜しくも4位となった際に、他の選手たちが涙の岡本のもとへと近寄り担ぎ上げて健闘を称える場面がありましたね。このシーンは世界中で報道され多くの人々に感動を与えました。西矢選手はもともとスノーボードをしており、スノーボードの練習の一環としてスケートボードを始めたそうだよ。岡本選手を抱え上げるシーンは本当に素晴らしいシーンだったね。西矢選手の活躍に期待したいな。東京オリンピックで記憶に残った場面ランキング第2位は男子柔道阿部一二三選手が決勝で勝利し兄弟同時金メダルを決めた場面です。柔道では多くのメダル獲得者が誕生しましたが、その中でも一番目立っていたのは阿部一二三選手と妹の阿部詩選手ではないでしょうか。阿部一二三選手は東京オリンピックの準決勝でブラジルのダニエル・カルグニー選手を一本背負い投げで破ると、決勝ではマルグベラシビリ選手を技ありで破りオリンピック優勝を飾りました。妹の阿部詩選手は決勝でアマンディーヌ・ブシャール選手を一本勝ちで破り優勝を果たしました。兄弟が同時に金メダルを獲得したことはオリンピック史上初の快挙となりました。アマンディーヌ・ブシャール選手は2019年に阿部詩選手を肩車で破って優勝している絶対的なライバル選手だね。その選手に一本勝ちを決めるなんて阿部選手はすごいね。東京オリンピックで記憶に残った場面ランキング第1位は卓球混合ダブルス決勝で水谷伊藤ペアが中国ペアを破り金メダル決定の瞬間です。卓球は
日本は男子シングルスを除く4種目でメダル4個、金1つ、銀1つ、銅2つを獲得しました。どの種目も素晴らしい活躍を見せてくれましたが、特に注目したいのは新種目の混合ダブルスではないでしょうか。混合ダブルスでは水谷隼選手と伊藤美誠選手のペアが日本卓球界初の金に輝きました。日本の卓球界の歴史を変えた2人の選手に多くの注目が集まったのは言うまでもありません。水谷伊藤選手は決勝では宿敵中国ペアと対決し、両者一歩も譲らない試合展開でした。最終的には日本代表チームが優勝し、日本卓球界の歴史を大きく変えました。水谷選手はオリンピック後に現役を引退することを発表したね。伊藤選手は今後の活躍が期待されているね。いかがでしたでしょうか。今回は東京オリンピックで記憶に残った場面をランキング形式で紹介しました。スポーツで感動を与えてくれた日本代表選手たちの今後の活躍に期待しましょう。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。